大家聡1703票、三原麻人362票。自民党福岡県連は北九州市の西部を選挙区とする福岡9区で次の衆院選の立候補予定者を決める党員投票を実施しました。その結果が今日公表され、参議院議員の大家聡氏が1703票、北九州市議会議員の三原麻人氏が362票でした。投票率は 75.47% でした。これは地域の方々の率直な気持ちがその表れだと思います。自民党福岡県連は今回の結果を党本部に報告していますが、誰を候補者にするかについては今後党本部が最終的に判断することになります。